こんにちは、劇花の古谷です。リアルタイムで見てる方はこんばんは、古谷です。今日はですね、こう3人映ってますけども、実は愛知県のですね、インスタグラマーさんのお宅にお伺いしております。お部屋の中が観葉植物ですごいということでですね、インスタグラマーのヤピさんです。ヤピさん、ちょっと自己紹介をお願いします。こんにちは、インスタグラマーの暇じゃないけど暇な小島ママというインスタグラマーをやらせてもらってます、ヤッピです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ヤッピさんですね、はい、観葉植物育て始めたりとか、あとは外のね、まあ外はねまた別の動画で出しますけども、外もねすごい花盛りなんですけどもなんとなくコツを覚えちゃったみたいな感じで、そうですね、はい、はい、で、すごいことになっているということで今日はお伺いさせていただきましたということでね、早速ね、皆さんもどんな風に育ててるのかっていうのを、一緒に見ていきたいなっていう風に思います。ではですね、早速ちょっとね、僕ねここから観葉植物がブワーッと見えてるんですけど、カメラマンをですねパパさんに今お願いをしたのでじゃあママさん、ちょっと部屋の中のね観葉植物を見せていただけると嬉しいです。このキッチン周りがすごいこういう感じで、すごいっすね。ちょっとパパさん、こっちのテーブルも映してもらいたいんですけど、はい、これ食卓なんですよ食卓にもう観葉植物が置いてあるみたいな、でこっちの壁にはエアプランツがごっそりと置いてあるみたいな感じです。でカメラをこちらに向けていただきたいんですけども、ママさん、はい、これ何ですか、すごいのがいっぱいついてますけども。これですか。このライトですね。ライトですか。はい。これ植物用ライトっていう、はい、植物を育てるためのライト、日光に近いのかな。うん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 。をいっぱいつけてます。これ有名ブランドだとアマテラスっていうのがありますけど、ね、あれはちょっと高めじゃないですか。そうですそうです。もう普通にアマゾンとかで買ったやつ。アマゾンとあとイケアもあるんですけど、うん、ちょっとイケアは多分今廃盤で、うんうん、今買うならアマゾンかな。はいはいはい。LED ライトがついてます。でこれつける前とつけた後とどんな風に変わりました？なんかがあってつけたんですか？あ、そうですそうです。なんか私やっぱり日光にすごい当てたい思いが強くて、はい、晴れるたびにこう結構鉢を移動させてたんですよ。はい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 、窓際で今こっち今こっちみたいな、光を追っかけてみたいな。それを一切しなくなって良くなったっていうのが大きいですか、はい。ああ。この観葉植物置き始めてから何年ぐらいですか？でも今で全部1年半経つか経たないかぐらいですかね。じゃあ季節はもう一周してる感じですよね。で、パパさんですね、そのぐーっとちょっと後ろの方を回していただきたいんですけど、僕の目に入っちゃったんですが、サーキュレーター、これですね。このですか、360度は回転して180度ぐらい回転するこのサーキュレーターが、これはつけっぱなしですか？つけっぱなしです。はい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 、つけっぱなしで、ライトはつけっぱなしですか？ライトは1日12時間ぐらいですね。12時間ぐらい。昼間と夜どっちつけてます？でも朝起きたら速攻つけて、うん、まあお昼ついてるような感じですかね、うん、で夜は夜もまあ8時ぐらいまではつけてることもあるで、寝る前に消すみたいな感じ、うん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 、はいはいはい。で、僕ね今ここお部屋の中にいるんですけど、空調が寒すぎず暑すぎずみたいな感じなんですけど、うん、これ空調気を使ってるのってあそこにクーラーがあるんですけど ね、 そうですね、クーラーで、まあ、常に24度も自動でつけてくるような感じ。じゃあ、24度設定を、うん、じゃあ極端な365日みたいな状態、お出かけの時もつけてる。そうです、はい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 、ということです。ですね、この中でじゃあ一年中環境が変わらないみたいな。そうですね、まあ、24度前後ぐらいにしてるかな。ちょっと、はい、子供が多いので暑くなったりもするんで、はい、結構いろんなところに。ああ、じゃあ温度計を置いたりして。温度計を置いて、まあ、確認して暑かったら、まあ、エアコンもっと20度ぐらいでガガかけて、まあ、はいはい、24度になるように設定してる。うん、エアコン1台で足りますか？一応業務用なので、はい、まあ、馬力があるのでいけるかな。あ、なるほどなるほど、うん。多分ここって広さ的には20畳弱ぐらいかな、うん、20ぐらい、結構広いですよね、うんうんうん。で僕ね気になったんですけど、ほぼほぼですね植え替えてないんですよ。
寝替えてないですね。これもこのまま。そうです、鉢カバー大好きなんで基本鉢カバー買って中に入れとくんです、ね、はいはい、あ、なるほどなるほど。これとかこれとか、これもポットで買ってきて鉢に入れたみたいな。そうですそうです、感じですね。これもポットのまんま鉢に入れた感じですね。 でめっちゃよく育ってるのが、まずね、ベンジャミンって夏を越した、今ちょうど9月の、今日ね9日に撮ってるんですけど、ベンジャミンのバロックがあるんですけどね、これ葉っぱ落ちやすいんですよ、めちゃくちゃなんだけど落ちてないっていうのがすごいなっていうのと、あとはエアプランツ大好きなんですね。そうですね。これ水やりとかってどうしてます？水やりは噴霧器を使ってもバーッとこう、ああ部屋の中で切って巻くみたいな。そうですそうです、はい、おすごいすごいの。でもこれホームセンターさんで売ってるやつですよね。楽なこう空気ギューっていったらシューって出るやつ。そうです、これでもうバーッと全部やっていくような感じ。何日に1回ぐらい？でも1週間に2回やったらすごい優秀ですね、うん、そもそも5人お子さんいらっしゃいますもんね。でワンちゃんも向こうにいるんですよ。かわいいねワンちゃんいるんですけど、ね、ワンちゃんずっと見てるんですけど、めっちゃかわいいワンちゃんいるんですよ。なので植物にかまってる暇がないっていうのが、そうですね、なので、まあ、週2か、まあ、1が最低っていうことですね。はいはいはい、ですね、うん、でこれね、あの皆さん湿度とか温度とか風とか日照とかって気をつけてらっしゃるとは思うんですけど、基本これ物ってじゃあもう今動かさなくていい状態ですよね。そうですね、ですよね。水やりだけお釜に持ってきてバーッとかけるんですけど、ちょっと肌にとかが痛い。ああ、はみずは。そうですね、はみずするのめんどくさいんで、うん、お風呂場でシャワーでバーッと、シャワーでバーッとやって、でしばらくお風呂場に置いておくんですか？そう、置いておきます。で、乾いたら、そうそう、乾い、水が切れたら持ってくるみたいな感じですよね。で、まずポイントがいくつかあって、これうまくいかなかった時期なんかもありました？すごい枯れたとかはないんですけど、うん、やっぱり湿度が高すぎて、うん、キノコが生えたりカビが生えたり、はい、それこそ軟腐病にちょっとなってた時期はあったかな。はい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 。なんで病気の発生しやすい場所がそちらって言ってましたね、さっきね。で、そこはまたじゃあ後でお話聞くとして、はい、めちゃくちゃうまくいっているポイントがあります。まず一つ目、大事なのは、太陽の光、そして温度、風、水、この4つ、4要素しかないんですね。で、太陽の光を補っているのが LED ライトで、風を補っているのがサーキュレーター、温度を補ってくれてるのがあのエアコンですね。で、水やりで、この環境が整ってると、水やりって暑い時期と寒い時期って変わりますか？変わらないですね。ね、変わらないですよね。このお部屋の中の、温度とか湿度とか風の流れとか変わらなければ、水やりの、加減が変わらないので、冬越しとか夏越しとか、なんか窓開けて風通すとかっていうことがほぼほぼ必要なくなってくるっていうのが、この観葉植物がうまくいっている一番の要因じゃないかなって僕は思います。で、ベンジャミンさっき言いかけましたけど、葉っぱが落ちてないんですよ。これ水をあげすぎちゃったりとか、あと部屋の中が乾燥しすぎちゃったりとかすると、葉っぱが落ちやすいナンバーワンなんですね。で、ベンジャミンやっぱ苦手とする方がすごく多くて、 LINE とかでもやっぱお問い合わせが一番多いかなと思います、観葉植物の中で。で、まあ無理にこう植え替えとかもせず、手をかけすぎずっていうところが、あまりかけてない。もちろんこれだけ鉢があったら手はかかりますよ、水やりとかね。ただなんか一鉢に集中して手をかけてるっていうのってあんまないですよね。で、なんか先っちょがなんかどうにかなっちゃったから剪定した方がいいのかなとかって悩んだ時期とかありました？いや、なんか結構感覚で過ぎたい時だけ適当に過ぎとくみたいな。はい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 。やってて、そろそろこれちょっとやろうかなって思ってるぐらい。はい、どこ切りたいですか？でも確実に混み合ってるこの辺です。はい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 。で、まあ適当に刺してたら可愛いって、まあなんか古谷さんの動画の何かで見たので、はい、まあ、適当にそれで刺して、火の当たらないところにこうこれでもかとぐらい置いとくみたいな。はい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 、はい、いい感じですね。で、すごいのがこの時期、まあ新芽が出る時期なんですけど、パパさんちょっとカメラをですねこっちに持ってきていただいて、で
新芽なんですよ。新芽が来るぐらい環境いいんですね。で、バロック葉っぱ落とす人は多いけど、新芽がどんどん吹いてくるっていう方なかなかいらっしゃらないので、本当に環境がいいと思います。で、僕これ今ね鉢持ったんですけど、あ、いい感じですね。これね、重さって動画で伝えられないんですけど、あ、ね、上げすぎてないのがいいっていう、まあ、あのいい意味で放置気味っていうのができてるんだなっていうふうに思いました。で、あとですね、病気予防ってどんなことされてますか？病気予防は最近はあんまりないですけど、うん、まあでもオルトラも気になるとちょっとしとくのと、はいはい、あとやっぱり水やりの時にそのシャワーで葉裏まで全部かけて、まあ、多少の貝殻虫肌には飛ばすみたいな、体調が悪くない程度についてる分には多分多少ならいいっていう感覚があるので、はいはいはい、もうシャワーの時にも絶対飛ばすぐらいの勢いで、まあ、全部かけます、はい、素晴らしい。ちょっとぐらいだったら別にいいよっていうその寛容さとか勝手に思っただけですけど、ね、うん、まあ、植物が元気だったらちょっとついててもそのうちいなくなったりするんですよ。そうですね、ハダニとか貝殻虫ってこのなんか、この話をするとなんか嫌だなって思っちゃう方もいるかもしれないんですけど、空気中にいっぱいいる虫なんですよ。だから人間と共生しているものの一つなので、薬かけまくりすぎとかってね、やっぱりよろしくないってなります。あと、病気になり始めたから改善した場所っていうのがあるっていうふうに聞いてたので、ちょっとそちらを紹介してください。これですね。そうですね、ここがやっぱうちの中だとちょっとこもっちゃって湿度が高いんですよ。はいはい、この遠目で見るとここだけ部屋でね空気の流れがどうしても悪くなりやすい、ちょっとへっこんだ場所なんですよね、うん、これピアノはどうやって弾くんですかね。ピアノ弾きたい時はローラーでもついてるんです。ああ、なるほど、ローラーがついてるからそうです、避けて弾くっていう。そうです、そうです。なるほどな、じゃあちゃんとこの状態でも使えるっていう。そうです、というかとっくりヤシっていうかとっくり感がすごいことになってるんですけど、ここもうこれですよね、きっとこれちっちゃいやつをたくさん買ってきてたくさん並べたみたいな。なんかあのホームセンターで全部こう、はい、隅にすごい置かれてたんですよ、カラーボックスの端に、はい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 、全部枯れちゃうねって言いながら毎日通って人ずつ増やしていって、はい、救出とか言いながら気がついたらめちゃくちゃ枯れちゃったみたいな。一気に買ったわけじゃなくてやってたらまだ売れてない、まだ売れてない、救出してたんですね。めっちゃ元気に育ってますよね。いいですか、いいです。これ見てください、ほら超元気に育ってる。で、これ見ると鉢ちょっと大きめかなって僕は思っちゃうんですけど、うん、でも持った感じが水がねやっぱりはける土を使っていると、 あ、 そうです、ね、あとは結構枯らし気味に育ててますよね。そうですね、軽ってなったらね、うん、みたいな。この軽さって上げ時ですか？もうこれは上げないね、もうまだ鹿沼土も濡れてるっていうのもあるので、うん、表に鹿沼土引くので、はい、それもあるのと、まあ、まだなんか水分を感じるというか、うんうんうん、なのであげない。じゃあ水分を感じなくなったら上げてるっていう。そうです、そうです、はい、で多分これってここならではの上げ方に近いですか？向こうもそうですか？全部一緒で、も持ち上げて、うん、もう軽ってなったら、うん、やばいやばいってなるぐらいで上げるっていう。はいはいはい、もう極端に絞ってるんですね。だから徒長もしてないですもんね、これ。本当ですか？実は徒長ではないんですよ、正常な伸び方で。ビニールハウスで、このトップリランとかが、うんと、まあ、育ててる生産者さんのところで置かれてたやつっていうのが、まあ、大体こういう育ち方ですここの節がねめっちゃ詰まってるんですよ。あ、ここの節が伸びすぎちゃうと徒長なんですね、うん、だからこれは水を絞ってるからなんです、うんうんうん、本来は、この LED あるじゃないですか、ここも、1,2,3,4,5発6,77発ついてるんであれなんですけど、これだけつけても外の紫外線量より絶対少ないんですよ。少ないですね、うん、で水を切り気味に育てていくとこれ徒長しないで済むんです、うん、はい、という感じでちょっと小ネタでした。あ、はい、でさっきの、病気がねここ1回出ちゃったということで、この除湿器、これ除湿器つけたきっかけってなんか私すごいとっくり欄がすごい好きで、はいはい、めちゃくちゃこの辺り気に入ってて、でも軟腐病になったんで、うん、いろいろネットで調べたら軟腐病だなと思って、うん、ちょっと切り落としたんですよ、なったところ、はいはい、でそれにだいぶショックを受けて、うん、もうちょっと軟腐病は嫌だと思って、はい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 、でそれで結構湿度が高いとなるってなってたんで、はい、
この湿度確かにこの辺ベタベタしてるなと思って入れたっていう。で、除湿機とこれは空気清浄機、こっちは空気清浄機なんで、はい、なんかもうあってもなくて、ただまあエアプランツは喜んでます。はいはいはい、ここから風が来るからね。で、除湿機入れて、結構水溜まりました？めちゃくちゃ取るね、これは、うんうん、これ結構、これもまあ見た目より大容量なので、うんうん、部屋ごと結構カラカラになって雨降ってること忘れるぐらいです。はい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 、あ、雨の日でも結構カラカラになるぐらいまで。そうですね。でこれだけ植物あったら意外とジメッとしちゃいそうですもんね。そうですね、土に水が入ったりとかするんで。そうですそうです。でも結構、うん、心地よく過ごせるような感じです、これがあると。はい。で、除湿機をつけて、置きたいなと思うぐらい、ずっと一年中いるじゃないですか、ここにお住まいなんで、うんうんうん、何月ぐらいがやっぱり多いですか？でも、だいたい秋ぐらいまでで、冬になるとちょっと気になる時だけこっちをつけつつ、加湿器を今度導入しだしたりします。はい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 。ってことは、じゃあ春から秋ぐらいまでは除湿、うん、これだけ植物ありますからね。そうです。で、冬場は加湿。加湿と、ただそれでもちょっとジメジメした時はこっちだけつけつつ、うん、ちょっとだけつけた後加湿みたいな。ああ。加湿も本当気持ちで、うんうん、あんまベタベタはさせないです、ね。はい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 。なんかそれでエアプランツを育てようとかそこまでは絶対しなくて、うんうん、まあ、ちょっと肌荷が出ない程度みたいな、に加湿っていう感じだよね。なるほどなるほどなるほど。急にねパパさん来られましたけど。で、ね、このエアプランツの刃先がねめっちゃ綺麗なんですよ。ここ意外とみんな茶色くなりません？あ、ここめっちゃ綺麗っていうのは湿度がちょうどよく保たれてるっていう感じですね。こっちもそうだし、これもそうですね。ほら先っちょがねめっちゃ綺麗なんですよね。で、普通エアプランツって、まあ、空気中の湿度を吸って生きてるとかって言われるので、うん、意外と水が、要は湿度がもうちょっと高めをイメージしていると思うんですけど、僕ここにいる感覚だと意外と、湿度低めです、うんうん、湿度計ってつけてます？湿度計は多分あれがあるかな、これがほぼ確認しないですね。ほぼ確認しない。ちょっと見ていいですか？はい。なんか横にしたらなるのかな、向きをこれかな、これ温度だ。ないか。ああでもついてないね。湿度ついてないですね。この辺りで見るぐらいじゃないですか。40%ぐらいです、ね。今40%。40-50%。40-50%ですかね。除湿機は50%になってる。意外と湿度低めで育ててますね。40%だと肌に湧きやすいレベルなんですけど、あんま出ないですか？ハミズ効果で。ハミズ効果でそんなに、うん、そんなにないと思う。これ、多分おうちおうちでそれぞれ違うと思うので、このママさんと同じやり方をやったからじゃあうまくいくかっていうと、多分手の癖が絶対あるはずなんですよ。で、土を見るとこれ土上に鹿沼を引いてるだけで、うん、下は、まあ、元のちょっと培養土、観葉植物用の土のそこまで安くないやつみたいなのを足してることが多いです、うん、はいはいはい。そのまま使ってる感じですか？あ、でもそれにもカヌマを多少入れてます。はい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 、はい、謎が解けました。めっちゃ水はけいい土です。で、多肉用よりは保水力があるっていう感じですね。で、カヌマをとにかく多用するっていうやり方を、ね、うん、まあ自分の中で多分編み出していったんだと思うんですけど、水はけのいい土を使って、水を切り気味に育てて、湿度は低めで葉水は、何日に1回ぐらいですか？でも本当もう水やりの時ぐらいなので、まあ、1、2週間に1回ぐらい、で、うん、あまりに乾燥が気になると適当にさっきの噴気でやったりはするんですけど、ということですよ。で、このリズムがめちゃくちゃうまく回ってるからすごくいい循環が、このね、室内で、なんかこう循環が起きているみたいな感じがとてもします、うん。あとは多分日々楽しく過ごしてると思うんですよ。それもすごく影響してるんじゃないかなというふうに思います。で、このねライトのレールとかってこれやっぱさんつけられたんですか？これはうちの旦那がご主人がパパさんが、はい、もうなんか配線もねすごい気を使って上手にやってますし、うまくつけてますよね。ありがとうございます。で、流木つけたりするのは、これはもう家族で総出で拾いに行って、うん、また旦那これ川とかで
そうです、そうです、顔とかめて拾ってきて、うん、こうつけてとだけ言って、その向きにつくように。はい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 。ご家族で楽しまれてるみたいな感じです。で、食卓もね、この緑がある状態でご飯食べるわけじゃないですか。どんな感じですか？子供はもう慣れちゃってて、うん、何も感じない。当たり前になりすぎちゃってて、感じはあるかもですね。お子さん5人並んで食べる感じですか？あ、でもなんかここに2人2人と、あとしてちょっとちっちゃいので、あ、じゃあ、じゃあ、チビちゃんは抱っこして、そうです、そうです、ね、ここでご飯食べられるってこと、ちょっとなんかリゾート、ビラみたいな感じの雰囲気ですよね。はい。で、せっかくなんで何かご質問があれば、その場でお答えしていきたいなと思うんですけど、僕から見るともうね、完璧すぎて、これすごいよっていう風に見せる動画っていう感じになっちゃってるんですけど、なんか今お困りごととか質問とかってありますか？そうですね、なんか植え替えをした方がいいのかどれぐらいあるのかなとか思ったりはする。はい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 。買ってきてほとんど植え替えってしてないですもんね。でも1年半ぐらい経ってるので、はい、どうなのかなっていうのは、植え替えのじゃあ目安、皆さんも、これ見てるね、皆さんも知りたいと思うんです。例えばソテツあるじゃないですか。で、これ植え替え多分ね5年ぐらいいらないんですよ。おー。で、根っこ下から出てくるんですけど、ほぼほぼ放置で OK です。で、これ植え替えちゃうと何が起きるかっていうと、土の量が多すぎて水を含みすぎちゃって、多分カラッカラに乾いてからある程度水たっぷりめにあげてると思うんですね、あの軽い土だと。で、水が切れたらまた戻すなんですけど、それのリズムが狂っちゃうんですよ、土の量が増えることによって。で、これ基本なので、まあ、このままで。これ何でしたっけ？これはボトルツリー。ボトルツリー、これだけちょっと新しいです、ね、はいはいはい。買ってきたばっか、買ってきて、なんか旦那が買ってきてちょっと肌荷がいっぱいついてたんで今療養してたところ。ああ、なるほどなるほど。肌荷がただ今もう調子良くなったのか、結構芽吹いて、芽吹いて新芽が出てますよね、うん、ちょっとこれ抜きますね、うん、これ買ってきたらすぐ植え替え、あ、散らかしちゃった。あ、いい、植え替えると思うんですけど、これ下見てください。根っこ出てるんで植え替えたくなるじゃないですか。しかも好きだからいじりたいじゃないですか、うん、でも僕これ多分1年ぐらいこのままがいいと思うんですよ、うん、植え替えてもいいんですけど、管理がこのままの方が楽、うん、何が楽って水やりが楽、うん、水やりをとにかく楽にしていくと、水やりって一番難しいんで、環境を整えるのってまあまあ大変は大変ですよこれだけのねものをつけるのって大変は大変ですけど、水やり楽なのが一番日々の管理としては楽なので、水やりを結果的に楽になっている状態の多分作られてるんじゃないかなと思います。植え替えるものがほとんどないんですよ。全部植え替えてないと思いますけど、植え替えなくていいって感じで、僕ね、タイでとっくりやし、とっくりランが、とっくりランの生産者さんのところに行ったことがあるんですけど、本当ね、鉢を根っこがぶち破って生えてるみたいなそういう光景ばっかり見せてるんですよ。で、基本鉢ちっちゃめですね、どこも、うん、なので植え替えない、植え替えるタイミングが来ないんですよ、トクリランとかって。沖縄に鉢のまま置いといても鉢をぶち破っちゃったから、まあ変えるかぐらいな感じでおばあとかが育ててるみたいなことが多いですね。あとベンジャミンの植え替えなんですけど、これは、ね、来年か再来年ぐらいにそろそろみたいな感じですね。結構持ちますね。結構根は張ってますもんね。張ってます。根は出てるは出てる、うん、それでもまだあのきついよとは言ってない感じで、あ、こうなったからこうするとかっていうのっていうロジックも多分あると思うんですけど、うん、多分ママさんがお子さんたちに感じるものなんかこの子悩んでそうだなとか、なんかこの子今日食欲がないから具合が悪いんじゃなくて、具合が悪そうだなと感じるから様子を伺うっていう順番で多分女性の方って見ると思うんですけど、その感覚で植物を見ていくと、バロックで、こっちが来年、こっちが再来年なんですよ、雰囲気で言うと。まあ、葉の数、あと後付けの説明ですけど、葉の数とか幹の詰まり方とか、
あと生命力みたいなものの感覚で見ていくとそっちで、ロジックで理屈をつけるのであれば、ちょっとじゃあ出しますね、はい、根がこれだけ出したら植え替えたいじゃないですか。だけどこれだけ根があるので、お水をあげてからここが乾くまでのスピードが早くなってるんですよ、うん、今これ早いですか？早いですよ早くなってるんです。早いから楽なんですよ。うん、これが遅くて3週間乾かないってなると難しいです。そうです、根腐れしちゃうんですね。乾かないからあげれない。で、乾く環境を作りましょうって言って、じゃあサーキュレーターをおすすめしたり LED をおすすめしたりエアコンをおすすめしたりとかしてますけど、結局はここ、乾く環境を一番作ってくれるのはこの根っこなんですね。やっぱ根っこ超大事なんで、この状態で、まあ、1、2年ほっといても大丈夫よっていう感じです。で、本当に根詰まりで、もう苦しいってバロックが言い始める時は、下の葉っぱが黄色くなるか落ちるなんですね。これお水あげすぎの時も同じ症状が起きるんですけど、お水あげすぎの時には見た感じがちょっとね黄色くなってもベトッとしてる感じで、乾いて黄色くなる時にはなんかねカサカサしてる感じが、あ、めっちゃわかる、うん、なってる時あるあるその感覚を覚えておいてもらえると、それがね植物との会話って僕がいつも言ってるやつで、話してみましょうねっていうのはそういうことですね。はい、見てあげるっていう感じ。たまに言ってるよね。言ってる。たまに水やりを旦那に頼む時あるんですよ。はいはい。水の喉乾いたって声聞こえたとかめっちゃ聞くんですよ。喉乾いたって言ったの言ったのとかすごい聞くんですよ。まさにそれ、まさにそれ。そうやって楽しんでいただければなっていうふうに思います。はい、ということでね、あと最後にちょっとこちらのとっくり欄を。すごい見事なんで、しっかりとこれを皆さんにお見せして見事ですね、この株の太さとかすごいですよねこれまあまあお高かったんじゃないですか。1個高くて買った時になんかお店が落としちゃったやつだったとか言って、はいはいはい、1個はもうほぼタダでもらえて、もう1個の方をさらにもらえた。めっちゃラッキーでしたね。そうなんですよ。めっちゃラッキーでしたね。両方とも育ちました、はい、じゃあ皆さんここで問題です、この1,2,3,4,8ありますけど、同じねものが、どれを植え替えたくなりますかっていうのを皆さんちょっとこの動画を見ながら考えてみてください。はい、時間です。さあ皆さん答えはありますか ？1,2,3,4 番まで、1番、2番、3番、4番どれですか？僕は植え替えてもいいかな悪いかなって考えた時に全部植え替えなくて OK っていう答えです、ちょっと意地悪でしたね、で C っていうなら植え替えても大丈夫そうと思うのはこの4番です。この4番ですね。でなんでかっていうと、生命力、これから育っていくぞっていう気持ちが一番強い、そういうふうに感じます。で感じるだけでいいので、それで植え替えてみたいと思います。でもね、これ以上ね鉢を大きくしていってもそんなにいいことないので、水やりがどんどん難しくなるだけなので、植え替えの時期っていうのはやっぱりもう初夏、うん、でそれ以外秋も植え替えても OK ですけど、冬越しがすごい大変になっちゃうので、やめた方がいいよっていうお話です。はい、ということで、あしさん今日はどうもありがとうございました。なんかねインスタでね、もう本当に5時のママっていうことですごく楽しいインスタを、やられてますので、皆さんもですねインスタやってる方いらっしゃったら、探してみてください、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、はい、YouTube もお願いします。 YouTube もね最近ねやり始めて一生懸命動画を上げられてますので、外のねペチュニアたちのねやつとか、あとお庭の作り方、お庭をねご夫婦で作られたそうなので、それもですね、次の動画でご紹介したいと思いますので、はい、楽しみにお待ちください、はい、ということで今日どうもありがとうございました。この動画面白かった、役に立ったって思ったら、ぜひ高評価のグッドマーク、そして、僕のチャンネルと、ママさんのチャンネルも、チャンネル登録よろしくお願いします。またお会いしましょう。さようなら